フリードリヒ2世は、マイセン返境伯、チューリンゲン砲ク、深刻博、送信伯とも呼ばれる。フリードリヒ1世とエリーザベト・フォン・アルンソハウクの子。1323年に亡くなった父の後継者として、マイセン返境伯とチューリンゲン砲伯を、母の後見の下で単独相続した。1329年の成人後は、家臣や親近者らと共に長年にわたり、 バイマール・オーラ・ラメンデ博や、シュバルツブルク博との戦いを展開した。バイエルン公でもあった州都の神聖ローマ皇帝、ルートビヒ4世の死後、議定のバイエルン公ルートビヒ5世やバイエルン派は、ローマ王への衰退を示唆するが、フリードリヒ2世はその煮え切らない提案に、不信感を覚えて、これを拒絶し、ルクセンブルク家のカール4世に利する結果となった。フリードリヒ2世は、 領主権を強化し、カール四世はこれに危機感を募らせた。1348年の会談で、両者は互いの領土資産を承認し合った。翌1349年11月18日に、バルトブルクで亡くなった。1328年に、ニュルンベルクで結婚した、ルートビヒ四世の娘マティルデとの間には、以下の9人の子供が生まれた。ありがとうございます。